キットの室温化について説明します。測定を開始する1時間半から2時間くらい前に使用する試薬、器具の室温化を始めます。エライサ測定では試薬の室温化はとても重要です。室温化不足はエッジ現象の原因、発色の低下の原因となります。キットを分割して使用する場合は必要な分のみ室温化を行い、残りの試薬は冷蔵庫に保管します。プレートは天面に貼られた透明シールをカッターでストリップに沿って切ると分割できます。使用しないストリップを取り外し、ジップシールのついた袋に戻し冷蔵庫へ保管してください。プレートフレームやカバーは次回の測定にも使用しますので、測定後捨てないでください。緩衝液、TMB、反応停止液はすべてを使用する場合は容器のまま外に出し室温化します。分割して使用する場合は必要な量より少し多めの量を適当な容器に分け室温化します。残りの原液は蓋をしっかり閉め冷蔵保存してください。 TMB は使用するまでアルミホイルを巻いて遮光します。洗浄液は室温化された精製水で希釈してください。標準溶液、ビオチン結合物、ペルオキシダーゼアビジン結合物は全てを使用する場合は容器のまま外に出し室温化します。